はい、どうもこんばんは、非常に眠いですってことなんですけど、昨日東京で地震ありましたよね。震度3でしたっけ？揺れましたよね。で、今現在は、こちらをご覧ください。新宿駅が燃えてるんですか？まあ詳しくは調べてないんですけど、まあ皆さんも、気をつけてください。で、今日なんですけど、昨日から、まあ、世の中で起きた出来事、まあ、くだらないニュースを、まあ、解説しながら、いくつか、紹介していこうと思います。まあ、しょうもないニュースなんで、まあ、興味ない方は、動画を切ってください。しょうもないニュース、こんな感じです。カンニングの講義死亡、指導が原因、両親が、学科を法提訴へということで、次はこちらをご覧ください。訴状によると、講義の生徒は、3年前ですか ?2021 年の12月、倫理政経の期末試験でカンニングをしているのが監督官に見つかってしまったと。で、全科目0点、自宅謹慎8日間。で、反省文も書かされたと。で、処分を受けたところ、生徒は2日後自宅近くで倒れているのが見つかり、死亡が確認された。遺書には、このまま周りから卑怯者と思われながら生きていく方が、怖くなってきました。と綴られていたということで。これ皆さんどう思うんだろうな。カンニングするやつが悪いわけじゃん。ね。この、親に言いたいんだけどさ、ね、あなたたちご両親が世の中にゴミを生んだわけでしょ。で、そのゴミが片付いた。それだけなんだよね。そうじゃないですか。カンニングしたから何？これで死んだから何だっていうの？こいつが悪いんでしょ。しょうもないニュースなんだよな、こういうの。はい、ということで、次はこちらですね。はい、ゴミ YouTuber です。覚えてる方もいらっしゃると思います。元、ゴミ YouTuber 渡辺真帆と、暴行容疑で逮捕、元妻を突き飛ばす、都内のマンションで、かつてアイドルと、して活動していた、元妻を突き飛ばした、暴行の疑いが、持たれている、容疑者は、元妻の自宅マンションで、口論となり、犯行の容疑現場から立ち去ったということで、写真はこんなやつですね。まあ記憶にある方もいらっしゃると思うんですけど、こんなやつが登録者数200万人とかいたの。まあ時代だよね。まあこのクズはどうでもいいの。このクズはどうでもいいんだけど、今、この元妻、トレンドに上がってんのね。この今泉ってやつ。そう、トレンドに上がってんだけど、お前に言いたいのはさ、見る目のない男を選んだお前も悪いの。だってそうじゃないの。同情してるさ、コメント多いんだけど、ね、こいつがさ、何年前から YouTube やってたか知らないよ、知らないけどさ、もう、4、5年前って、ブームだったわけじゃん、YouTuber って。で、こういうクズでもさ、簡単に100万人、200万人とか登録者数取れたわけでしょ。まあ、世の中に200万人ゴミがいたっていうことなんだけど、でしょ？で、その人気ゴミ YouTuber に惚れちゃった、ね、あなたが悪いんですよ。だってそうじゃないの。そう。俺、こういうクソ女にさ、同情するやつ全くわかんないんだよね。そう。同情するんじゃなくて、じゃあ、生活費払えんの？そう、子供いるんでしょ？子供が何人いようが、別に関係なくね？みたいな。そう。こんなゴミクソ男を選んだ、お前が悪いの。って、僕は思います。俺なんか間違ってんのかな？厳しい？時代が古い？で、次なんですけど、これですね。大谷さんの件、テレビをつけると、必ずやってるじゃないですか。通訳の、水原氏ですか？解雇されたじゃないですか。で、フジテレビが、このご両親の自宅に押しかけるって。アホかっていう話じゃないですか。なんで家行ってんだよって。で、この件について、まあ、違法賭博じゃないですか。で、まあ、解雇されたわけじゃないですか。これ皆さんどう思うのかな？僕ですか？まあ僕は、まあやりすぎじゃね？解雇って。って思うんですけどね。なんでかって？だって、ね、迷惑かけてないじゃん。周りに。ね、大谷さんが、ね、大谷さんから金借りて、それで終わりじゃないの。で、大谷選手と俺野球詳しくないんだけどさ、日ハム時代から、6年間、ね、通訳を担当してたわけでしょ。もう、友人みたいな関係でしょ。だからさ、俺、これ一発でね、解雇ってどうなのって俺は思ったけどね。うん、俺はね。まあ皆さんどう思うかわかんないですよ。はい、ということで、最後は、くだらないニュースは、こちらですね。まあ、クソじじいがね、また、
はいはい、あんたは1位ですよってことなんですけど、こいつさ、2回上げてんの。ねえ、しつけよ、本当に。ね、日本一のドラマだっけ。で、これを見て思うんですけど、ビジュアル系って入らないんですね。あの、うまいとか下手とか関係、うまいとか下手というか、ただ知名度ですよね、これ。まあ、クソジジイが、なんだろう、世間的にはやっぱ取り上げられるじゃないですか。そう、だから1位なんだよ。だって、技術で言うとクソジジイなんか入らないぜ。って僕は思います。で、これに対して5チャンネルの、書き込みの方ですね。そもそも、ネットに出てくるくだらないランキングは、どこで、実施されているのか、真意はわからない。それと、こういうランキングの上位は、うまいじゃなくて、世間的に有名な人が、選ばれるもんだよ。まあそういうことですよね。技術なんか関係ないですよね。でも、クソジジイは才能ある。ドラムだって、あの叩き方で、ダリアとかなかなかプロでも叩けない。何より、あのドラムを、構築していることがすでにすごすぎだしね。よくプロもどきが、批評しているが、とりあえずお前が、叩いてみろと、話はそれからっていうことなんですけど、まあ言いたいことはわかるよ。まあクソジジイのスタイルで、まああのテンポの曲を何曲も、まあなかなか叩けないと思うよ。そう、叩けないと思うんだけど、いつの話してんのお前。ね。もう20年以上前でしょ。今無理でしょ。はい、ということで最後は、お久しぶりです。クソメガネのポストですね。もうめんどくさいんで読みません。まあ東京駅の、まあ夜の夜景が綺麗だと。まあそれだけです。で、5チャンネルの書き込みは、こちらです。草市復活を、ぶち上げてから、ファンが喜ぶこと、何にもしてないよな、マジで何もしてない、毎日忙しく、動き回ってるアピールしてるけど本当に何してるんだろう、金使い切ったら、またクラファンか、やればいいんじゃね、こんな実績でも、喜んで払うやつの金なんて、どの道、他のくだらないことに、使われるよ、ベビーメタルみたいなのを目指してるのか、収入源はどうなってるんだろうか、毎日忙しそうだけど、何をやってるんだろう、クソメガネのツイート面白くて、好きだわっていうことなんですけどこいつ収入源、そう、収入源はちょうど1年前だよ。1年前クラファンでさ、皆さんから3000万を騙し取ったわけだね。エクスタシー復活させるって、復活どころか当時のメンバー誰もいないわけじゃん。で、そこから生活費として、切り崩してんじゃないの、こいつ。で、会食って、ね、よくポストしてんじゃん。ミーティングやで会食って。全部おごりでしょ？先輩とかなんかいろいろ出してんだけど。おごりだと思うよ。はい、そんな感じです。そろそろなんかやってほしいけどね。ライブイベント第2弾とか。もう絶対入らないと思うけど。でも、鍵盤絡んでるんで、6名間じゃないんですか。まあ、6名間で入れなかったらね、300ぐらいだよ。ね、250でも、ね、入ってるようには見えるよ。6名間だったら。ね、そろそろいいんじゃない？ね、説明しないといけないけどね。だって騙し取ってんのと変わんないからね、こいつ。はい、ということで、まあ、気になる方は、まあ、クソメガネの、ポットを、皆さんご覧くださいということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。